韓国による半導体素材の国産化の現実を見てみましょう。ようこそ日本すごいですね TV へ。パーソナリティのアスカです。動画をご覧いただきありがとうございます。ぜひ最後までご覧くださいね。さて本日のテーマは、半導体素材の国産化なんて嘘だった、真実に気がつく人々、お送りします。国産化成功と発表していた半導体素材はどこに行ったのか。2018年に日本が韓国を貿易管理上の優遇措置を受けられるホワイト国のリストから除外しました。これは韓国の輸出管理制度が不十分で安全保障上の懸念があるからです。しかし韓国はこれに対して徴用工問題への報復措置だと騒いでいます。そして韓国向け輸出の優遇措置を解除された半導体素材について、日本からの輸入に頼らず国産化をすると発表しました。そこから3年が経った今、韓国メディアが2020年の半導体に関連する日本製品の輸入額が前年比で 20% 以上増加したことが分かったと報じました。つまり韓国は半導体素材を日本から輸入する額を逆に増やしていることが判明したのです。その報道内容と日韓の人々の反応をご紹介します。まずは各種報道内容です。韓国関税庁が発表した対日本半導体関連の輸入現状を見てみよう。それによると、2020年における日本産半導体関連の17の素材、部品、装置の輸入額は約1兆1900億円だった。これは2019年の約9700億円と比較して約 22% 増加したことになる。そして2021年1月から8月の日本産の半導体関連の輸入額はすでに約1兆800億円となっている。現在の傾向が続けば2020年の輸入額をはるかに上回ることとなる。2021年に日本産の半導体関連製品の輸入額が増えたのは、コロナ禍で IT を活用した非対面の生活が広がり、半導体製品の需要が急増したためと政府は考えている。しかし、あれだけ毎週末国産化に成功したと発表していたのに、それらの半導体素材はどこへ行ったのだろうか。日本からの輸入を増やす前に、それらで充当するべきではないかとの疑問は残る。半導体業界では、韓国政府が2021年5月に大々的に発表した軽半導体戦略が全く進んでいないという不満も出ている。ヨンイン半導体クラスターの着工は2021年初めに予定されていたが、来年3月以降に見送られている。これは土地の保証や電力、用水などをめぐり、省庁間の葛藤があるためだ。また地方自治体による行政指導も遅々として進んでいないことも原因として考えられる。以上が報道内容です。韓国は2018年に日本によるホワイト国除外の影響から半導体製造に関する素材などを国産化していくと発表しました。そして2019年から2020年頃には国産化に成功したと大々的に喧伝してきました。しかし実態はどうもそうではないようですね。今のペースだと2021年はホワイト国から除外された2018年よりも多くの額を輸入することになります。つまり全く国産化には成功していないということでしょう。こうした状況には韓国の人々から多くの声が寄せられました。その一部をご紹介します。韓国の反応。ムンジェイン政府のすることを見ていると本当に呆れ返る。結局ずっとメディアを利用して国民に国産化します詐欺を見せてたってことか。もう文句を言うのにも疲れ果てた。すべてがショーだからね。実態が伴っていない。ムンジェインは日本とまともに戦いもせず、パンチを出す素振りだけ延々と続けてる。国の未来には一つも関心がない。親日派よりひどい。左派のムン政権と民主党議員がすることはせいぜいそんなとこだよ。最初から何もする気はないのに国産化、日本憎しばかり叫ぶ。言葉だけが飛び交う親中、重北政権さ。国産化なんかしたって全然利益が取れないってことだろう。
利益がなければ動かないのが人の常。補助金目当てで計画書だけ立派なものを作り、大々的に発表しただけさ。輸入することは正常なことだよ。そうしないと需要に追いつけないし、求められる品質にも対応できない。自給自足すると、勝をしたムンジェイン政権が情けないんだ。こんなやり方では、今後世界の国々も相手してくれなくなるよ。北朝鮮へ支援した物品の中に輸出制限品目があるという疑念から日本が輸出を禁止しただけ。それを反日の理由にして全てを国産化しようと盛り上がったが、今となっては何のために始めたか忘れてしまった人が大半だ。そして賞を始めた党の政府は任期の終わりが近づいている。全部投げ出して知らぬ存ぜぬを決め込んで逃亡するのかな。日本の反応。国産化が成功した製品はどこにあるんだ？これまで何度も国産化成功ってニュースを流してたよね。まあもう台湾に抜かれるようだし、時すでに遅しかな。いつまでも薄利多売の組み立て工場を続けられると思ってるの？利益がほとんど出てないの気づいてないのかな？韓国の半導体産業はあと何年も持たないから、次の産業育てないと次は破綻じゃ済まないよ。重要品目、主要品目の革新素材が他国に依存しているのは危険とか言ってたよね。結局自分らで用意できないのであれば他人を頼らなければならないのは仕方ない。それを理解せずにノージャパン運動をしていたことをちゃんと日本は覚えている。そのつもりでいてほしい。日韓貿易戦争は韓国が勝利したって宣言してたけどな。これがその結果なの？いつ日本が輸出規制をしたって？横流しできないように管理を厳しくしたけど、韓国が自ら使う分は一切制限したことはない。結局、韓国は国産化も何も実行できていないわけか。国産化すると言って、韓国政府が出した金はどこに行ったんだ？またやるやる詐欺で、計画書だけ出して何も動かない企業たちが丸儲けなのか？日本は韓国に対して輸出の手続きを簡素化してた優遇措置を外しただけ。手間と時間が多少増えただけで禁止になんかしてないぞ。これだけ輸入が増えるとまたどこかに横流ししてないか調べる必要があるな。本当に韓国だけで消費してるのか？手口が巧妙化したんじゃないのか？肝心の輸出管理の方はどうなったんだ？日本政府が求めるレベルまで改善したの？きっとしてないんだろうな。してたらホワイト国に戻るはずだから。徴用工訴訟の件であえて戻してないのかもしれないけれど、いずれにしてもボールは韓国側にある。まあ日本が求めるレベルに達したとしてもホワイト国には戻らないだろうね。なんで相手が敵国認定してる国に優遇しないといけないんだって国民は思うからね。3年もあったのに何一つ国産化できなかったのか。口ばっかりってさすがに大問題なんじゃないの？現実を直視した行動を。韓国のニュースには計画した、構想があると見られるという言葉がよく並びます。しかし実際にそれが形になったことはあまりありません。韓国の次世代機として注目されている KFX も実物大のプラモデルを発表会で作っただけで、そこから14年も経って試験飛行すらしていません。そうした傾向が今回の半導体製造の素材に関しても起きたようですね。国産化に成功した。もう日本には頼らないと言いつつも、現実を見れば今までよりも多くの素材を輸入しているのですから。この状況を見れば誰も日本に打ち勝ったなどとは言えないはずです。もう少し現実を直視して行動をしてほしいですね。あなたは韓国による日本産半導体素材の輸入が増加していることについてどう思いますか？ぜひ意見や感想をコメント欄にお寄せください。最後までご視聴ありがとうございました。またあなたとお会いできることを楽しみにしていますね。